私指原莉乃から皆様に大発表です。イエーイ、何やもない。早速発表します。私指原莉乃コスメブランド立ち上げます。イエイエイ。あのですね、実はここまで来るのに2年かかって、やっと皆さんに発表できることをとっても嬉しく思っています。ブランド名はリリミューという名前です。リリミュー、リリミューです。ちょっとおもてなしみたいに言っちゃいましたけど、もうとにかく皆さんに夕日が来るのが楽しみで、で実は最近ツイッターとかでも全然メイク紹介できなかったのはそれが理由で、もうずっとそれの試作品ばっかり使ってて、なかなか皆さんに発信もできなくて、ちょっとファンの人も寂しかったんじゃないのかななんて思ったりして、やっとこうやって発表できてとっても嬉しいです。今日はそのアイテムを、一挙公開したいと思います。はい、まずはこちら、ピックミーアイズグリッター。箱がねめっちゃ可愛いんですよ。くすんだ色というかちょっと大人っぽいカラーで超お気に入りです。はい、こちらまずは透明のカラーから、ちょっと太めのチップになっているんですけど、これを太めにポンって置いて、それを指でぼかしていくとめっちゃ可愛いです。乾く前にポンポンってぼかすと大人でも使えるラメです。ちょっと結構大きめのグリッターがゴロゴロとあって、もうめっちゃ可愛い。この色がクリア、02がピンク、これが2色目がちょっとピンクっぽい感じ、オンリーミーというカラーです。上がクリア、下がピンク。はい、見えるかな、こんな感じで4色塗ってみました。上から01番のブライトミー、02番オンリーミーピンクです。3番がティーチミーベージュです。そして一番下がチャームミー紫になってます。私としてはこれを指でちゃんとポンポンってぼかすことによって自然なラメになります。もうとにかく全部全色可愛い。だけど10代の方とか20代前半の方はクリアっぽくても可愛いかな。あとはピンクとか紫とかはそのメイクに合わせて変えてほしいです。もうかなり可愛い、やばい、握り拳バリ可愛い。そして続いて、じゃん、箱が可愛すぎる、インザミラーパレットです。いくよ、バゴーン、わー、可愛い。あの鏡がついててすごく便利なのと、チップもついてるので、もうこのままガスガス化粧できちゃいます。こちらは結構黄色がかったオレンジっぽい感じかな。はい、こんな感じ、見えるかな。上からハイライトカラー、キーカラーのオレンジ、ブラウン、オレンジのラメ。もうこれがもうめっちゃめちゃ可愛いの、どうしたらいいんじゃっていうぐらい可愛くて、もうめっちゃめっちゃお気に入りです。あと発色がめちゃめちゃいい。これはちょっと使ってみないと分かんないと思うので、今度メイク動画で出したいと思います。で同じくこちらがティーローズというカラーで、ちょっとローズっぽい感じです。あー、かわいい、かわいいですね。これはこの3色を使うとブルベさん仕様になって、この3色だとイエベさんも使える感じのピンクになってます。例えるならこっちを使うとイチゴチョコみたいになって、こっちを使うとピーチチョコレートみたいになって、もう本当にこのパレットどっちも気に入っていて、これがオレンジアーモンドもティーローズも本当一生一緒にいてくれやって感じ。もうミキドーザンもびっくり、本当にずっと一緒にいてほしいぐらい使いやすいパレットになってます。今の俺にとっちゃお前が全て。さあ続いてこちら、リリミューベールグローチーク。はい、かわいい、チークです。こちらはオレンジミストというカラーです。もうねめっちゃ可愛いの。ちょっと腕に塗ります。本来は発色が結構薄くってかなりツヤっぽくなるチークになってます。うー、可愛い。そして続いて2、キューピッドピンク。もうこれもめちゃめちゃ可愛いの。こちらはね普通にピンクって感じ。もうこれもめっちゃ可愛い、ツヤツヤ。3つ目がシェルピンクというカラーで、これはねちょっと黄色っぽい感じのピンクなので、はぁ、可愛い、見えるかな、見づらい、 1,2,3 可愛いよ。で04、アンバーローズ。これはローズ系なので、まあ、ブルベの冬の方って感じかな。可愛いよ、ツヤツヤ。そして最後がじゃん、アッサムティー。これは結構テラコッタメイクとかするときにチークどうしようって方多いと思うんですけど、これ可愛いの、全部ツヤツヤで、あー、手の甲可愛すぎる。全部可愛いです、全部可愛い。
めちゃくちゃ自炊作です。きっしょ。さあ、そして最後がじゃーん、パケ、こんな感じでシアーマットシェービングです。こちらはグレージュトーン、まあ言ったらこのブルベさん向けの色味のシェーディングで、これ2色展開で、こちらがウォームトーンの方、イエベさん向きのカラーです。もうね、めっちゃ使いやすい。3色混ぜたらここで、他の2色の混ぜて繊細なこの辺の影を入れたりするんですよ。マジ燃え尽き症候群ね、この後倒れちゃうよこんな盛り上がったら。もうこれもすっごい計算されててめちゃめちゃ使いやすいので、もう大きいブラシだけ買って待っててください。こちらのリリーミューというブランドが3月15日から先行予約開始となっております。そして4月15日から専用サイトで販売されます。先にもう待ちきれないって方は3月から買ってもらって、その後もメイク動画とかでどんどん出していく予定なので、4月までにぜひ楽しみにしていてください。もうとにかく皆さんに発表できたのが嬉しいです。嬉しさのポーズこれ。あー、もう嬉しい。楽しみにしていてください。リリミューよろしくお願いします。